お世話になっております、マサルです。今回は IPv4 ヘッダーについて一緒に勉強していきます。過去の動画でヘッダーは各層で処理するための制御情報だとお伝えしました。ヘッダーは細かく構造が規定されています。例えばヘッダーの大きさはどれぐらいで、どこにどんな情報を入れるのかといった具合です。もしこの構造があやふやな場合、送信元と受信先でデータの捉え方が違うことになってしまって正常に通信できなくなってしまいます。なのでヘッダーの情報とても大切です。今回はいくつかあるヘッダーの中でネットワーク層で利用される IPv4 のヘッダーの構造を一緒に勉強していきます。それでは始めていきましょう。まずいきなり出てきました、これが IPv4 ヘッダーです。いろんなことが書いてあって大変そうなイメージがあるかもしれませんが、この役割を一つずつ理解しておくと IP の役割をより具体的にイメージできるようになると思います。この一つずつのまとまりのことをフィールドと言います。一つずつこのフィールドについて説明していきます。意識してほしいのは、一つ一つフィールドの名前を覚えることではなくて、今回の説明を聞いて IPv4 ヘッダーがどのような動きをしているのか、どのような機能を持っているのか、具体的にイメージするきっかけになれば嬉しいです。それではまずはバージョンから始めていきましょう。バージョンは IP ヘッダーのバージョンを表しています。これは4ビットで構成されている情報です。ここに1、2、3、4と書いてますね。これは4ビットであることを表しています。ここの4ビットの情報が、例えば0100の場合は IPv4、 0110の場合は IPv6 を表しています。ちなみにこの2進数の数字を10進数に変換してみてください。上は4になって下は6になってますよね。非常に分かりやすいですね。では次、ヘッダ長見ていきましょう。ヘッダ長はヘッダの長さを表しています。ヘッダというのはここの全ての情報のことですね。これが IP ヘッダです。この IP ヘッダはオプションによって長さが変わることがあります。ただ基本的にはこのオプション利用しないことが多いので、ヘッダ長は20バイトになることが多いです。0101の2進数を10進数に表すと5になるわけですが、1ビットあたりを4バイトで表していて、 4×5 で20バイトということになっています。具体的にはこの横1列が32ビットを表しているので、32ビットということは4バイトです。4バイトが1、2、3、4、5ありますね。 4×5 で20バイトということです。次はサービスタイプ見ていきましょう。サービスタイプはサービス品質のことを表しています。ここは8ビットで構成されています。サービスタイプのことを TOS、 タイプオブサービスと書くこともあります。具体的には送信しているデータのサービス品質を表しています。ちなみにアプリケーションの特性に合わせてこのサービスタイプを指定しているんですが、実際は現代においてこの TOS の値は無視されることがほとんどです。理由は各通信がそれぞれ自分の通信が最優先だと設定して送ってくることが考えられますし、 TOS の値を見て通信を細かく制御するのは非常に難しいためです。なので現在のインターネットではこの TOS の値ほとんど利用されません。ただこの TOS というフィールドを使わないのはもったいないので、 DSCP や ECN といったフィールド、別の情報として定義して利用されたりします。ただこのあたりは結構細かい話なので今回は割愛します。現在のインターネットではこの TOS の情報は無視されてしまっているというところは覚えておくといいかもしれません。では次、パケット長見ていきましょう。16ビットで構成されていて、16ビットで IP パケット全体の長さをバイト単位で表します。16ビットで表現できる数には限りがあります。つまり IP で運べるパケットの最大サイズは16ビットで表現できる 65,535 バイトまでです。ただ IP として65,535 バイト作れるとしても、イーサーネットの MTU、 つまりイーサーネットで運べる最大サイズは1518バイトです。現在は IP のほとんどがイーサーネットによって運ばれるので、イーサーネットの方が小さいですよね。 IP で大きいデータを作ってもそのまま運ぶことができません。そのような場合どうするか、それがフラグメントですね。
IP は情報を分割処理することができます。分割してデータを小分けにしてパケット通信を行うことができますね。データを小分けにして送るときには過去の動画で少しお話ししましたが、経路中の最小の MTU を調べてそのサイズにデータを分割して送ったりします。ただ分割したらそのデータを再構成する必要があります。再構成するために必要になるのが次からのフィールドです。それが識別子。識別子は16ビットで構成されます。フラグメントしたデータを再構成するときにはこの識別子を使います。受信側はこの識別子の情報を使って正しく再構成をすることができます。次はフラグです。フラグは3ビットで構成されています。パケットを分割するための制御情報をここで管理しています。例えば経路中のルーターで情報をフラグメントさせたくない場合は分割不可能のような制御情報をフラグで設定することができます。その他にも今運んでいるパケットが最後に分割されたパケットなのか、そのような制御情報もフラグには含まれています。次はフラグメントオフセットです。フラグメントオフセットは13ビットで構成されています。フラグメントを行った時にオリジナルのデータのどこにあったデータなのかを表す情報が入ります。ここまで紹介した識別子、フラグ、フラグメントオフセット、この3つのフィールドを使って IP はフラグメントと再構成を行っています。次は TTL を見ましょう。 TTL は8ビットで構成されています。 TTL でルーターが通過できる回数を規定しています。ルーターを通過するたびに TTL は1つずつ減っていって0になったらパケットは破棄されます。この仕組みがあるおかげで無駄な通信がずっと存在し続けるということがありません。ちなみに最大値は255なので256個以上のルーターを超える通信はできません。ちょっと余談なんですが、 TTL は他にもいろんなところで見かけます。 IPv4 ヘッダーの場合は TTL イコールルーターを通過できる回数なんですが、その他のシーンでは TTL は存在できる秒数を表すことが多いです。 TTL が表す秒数を過ぎたら情報を破棄するみたいな感じで使われます。 TTL は利用するシーンで違った意味を持つので注意するようにしてください。次はプロトコル見ていきましょう。プロトコルは8ビットで構成されています。 IP ヘッダの次のヘッダのプロトコルが何であるかを示します。例えば TCP なら6、 UDP なら17、 IP ヘッダの次のヘッダのプロトコルが何なのかをここで表しています。 TCP と UDP は今後の動画で詳しく説明する予定です。次はヘッダチェックサム。ヘッダチェックサムは16ビットで構成されています。チェックサムとはIP ヘッダが壊れてないかを確認するための情報です。どのようにして IP ヘッダが壊れていないかを確認するのかについてはこれも細かい話になるので割愛します。興味がある方は IP ヘッダチェックサムで調べてみてください。ここでは IP ヘッダの中にはチェックサムというフィールドがあって、その情報で IP ヘッダが壊れてないかを確認することができる。ここまでご理解お願いします。次は送信元 IP アドレスと宛先 IP アドレスです。IP アドレスは32ビットで構成されています。TCP/IP で通信するためには必ず必要になる情報です。IP アドレスについては詳しく別動画でお話しする予定です。今はインターネットで通信するための住所のようなものだと思ってください。次はオプションです。オプションに関しては決まった長さがありません。このように長さが決まっていないことを可変長と言います。基本的にはオプションのフィールドは使われることはありません。ただオプションを利用する場合は32ビットの整数倍のフィールドを使う必要があります。もしこのオプションが32ビットに足りない場合はここのパディングを使います。パディングは詰め物という意味を持っています。先ほどのオプションを利用して32ビットの整数倍にならない場合はパディングで0を入れてあげて32ビットの整数倍に調整します。次はデータです。IP ヘッダーに対して送りたいデータのことを IP ペイロードと言います。ペイロードというのは積載物という意味を持っていますが、IT の世界では相手に送ろうとしているデータ本体のことを指してペイロードと言います。それでは今回は IPv4 ヘッダーのフィールドを一つずつ見ていきました。最後に今回の学習内容をまとめていきましょう。今回は IPv4 ヘッダのフィールドを一つずつ一緒に勉強していきました。まずはバージョン。バージョンは IP ヘッダのバージョンです。 IPv4 なのか IPv6 なのかを表します。ヘッダ長はヘッダの長さを表しています。
基本的には20バイトになることが多いです。次がサービスタイプ TOS ですね。サービス品質を表しています。ただ現在は TOS としては利用されていないことが多いです。次はパケット帳。パケット帳はパケットの長さを表しています。 IP で運べるデータのサイズに対してイーサーネットで運べるデータのサイズは小さいので、フラグメントしてデータを分割して送ります。フラグメントをするときには次の3つのフィールドの情報を使います。1つ目が識別子。フラグメントを再構成するときに識別子を利用します。フラグは分割するときの制御情報です。フラグメントさせないときは分割不可能のような制御情報をここで設定することができます。フラグメントオフセットは分割されたデータがもともとどの位置にあったのか位置情報を表しています。 TTL はルーターを通過できる回数を表しています。プロトコルは IP ヘッダの次のプロトコルを表しています。 TCP なのか UDP なのかそのような情報です。ヘッダチェックサムは IP ヘッダが壊れていないかを確認するための情報です。送信先、宛先 IP アドレスは TCPIP で必ず必要になる情報です。通信するための住所のようなものだと思ってください。オプションは基本的には利用されません。オプションを利用する場合は32ビットの整数倍にしなければいけないので、32ビットの整数倍にならないときはパディングを使って詰め物をしてあげます。最後にペイロードまで紹介しました。ペイロードは積載物という意味ですが、IT の世界においては送りたいデータ本体のことをペイロードと言います。はい、それでは今回 IPv4 ヘッダのフィールド一つずつ細かく見ていきました。参考書だとどうしても読み飛ばしたくなるところなので、こういった動画を使って細かく勉強してみるのもいいかなと思います。この動画がお役に立てば嬉しいです。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。